さまこんにちは、かりんです。今日はですね、ユニクロと GU でお買い物してきたので、それをご紹介したいと思います。やったー、イエーイ。7日間ぐらい のユニクロの大きいセールが一段落して、ちょっと掘り出し物があるかなと思ったので行ってきました。で、見つけました。これじゃーん、これ同じものなんですけど、欲しくて2色買っちゃいました。これはワイドスリーブモックネックティーの七分丈です。春ごろ出たものなんですけど、これずっと欲しくって、それでもその春の時にちょっと買いそびれちゃったから、季節外れで今回買いました。この冬が終わって暖かくなってきた春ごろ、春先からどんどん着れるなと思って買いました。これね、元のお値段が1500円なんですけれども、セールで1回990円に下がってて、もっとさらに下がってました。790円でゲットしました。これは、ダークグレーという色です。かわいい。これダークグレーを今回購入しました。ダークグレーの色違いでホワイトも購入しました。かわいい。これじゃーん、ホワイトも購入しました。袖がこんな感じでちょっとワイドな感じになってますよね。ワイドスリーブになってて、このネックのところが結構ね、これ浅めのネックになってます。で、色もホワイトやし、ちょうどね、本当に春先から着れそうだなと思って購入しました。こんな感じです。 GU ではこちらの、じゃん、ブルゾンを買いました。これはリバーシブルになっているブルゾンなんですけど、この中がモコモコの感じ、あったかそうよね。これ外がこういう感じの、まあ、これはロングなので足元まですごくあったかいんですね。で、これリバーシブルになってて、さっきのこっちの面も可愛いんですけど、中のボアを外にして着るのもすごく可愛いなと思って購入しました。はい、これ2色展開になってて、カーキとブラックがあります。ブラックの方は中も外もブラックブラックなんですけれども、カーキの方は外がカーキで中がホワイトのボアになってます。これ前のセールで買おうかなと思ってたんですけど、ちょっと買いそびれちゃって、で、お母さんが2色買いしてるのを見て、ちょっと欲しいなって思っちゃって、で、お母さんが持っている黒を羽織らせてもらうとやっぱりすごく良かったので、今回また買いました。4990円が2990円で買いました。そして次に、じゃん、ムートンコート購入しました。ムートンコート私ずっと欲しくって、約1年ぐらい前から欲しいなと思って、私の好きなブランドをいろいろ見て回ってたんですけど、やっぱどれも1万円超えのすっごく高いものばっかりで、その通りすっごい質がよかったりするんで、買おうかなって毎年迷うんですけれども、やっぱりもうちょっと待とうかなっていうのが勝っちゃって、なかなか買ってなかったんですけど、今回 GU でムートンタッチコートが出たので、これを最初から目をつけてました。で、この色の展開がグレーとダークブラウンとベージュの3色となってて、私はこのダークブラウンがすごく気に入っていたので、今回これにしました。が4990円が1000円オフの3990円で購入しました。で、これが下がるのずっと待ってて、ほんまにならんかったから、もうほんま諦めようかなと思ってたんですけど、やっとなってくれました。1000円オフで購入しました。で、値段の割にちょっとチャッチーかなと思ったんですけど、安っぽさを感じない生地になってて、ほんと中のボアもあったかいし、ふわふわやし、これは値段の割によく見えるなって思いました。手の切り返しとかも可愛いです。
以上が今回 GU とユニクロの購入品になるんですけれども、やっぱり私ムートンコートを買えたことが一番今嬉しくて、ほんまに4990円から下がらんやろなと思ってたけど3級になって、私は本当は2級で買いたかったんですよね。2990円で買う予定だったんですけど、やっぱりこういうものって今からずっと使えるじゃないですか。だいたい2月ぐらいまでね使えそうなので、12月1月2月の3ヶ月使えるものはそうそう2990円にはならないなって、まあ、3ヶ月使えるものなので見切ってね、もうそろそろいいかなと思って1000人オフで購入しました。前から注文していたカラコンがやっと届きました。こちらです。こっちがいつも使ってるカラコンで、ミッシュブルーミンのブロンズアッシュっていう意味です。でこれは今回初めて頼んでみたんですけど、イットアイズです。これずっと気になってたんですけど、こっちの方がやっぱお気に入りだったの で今回ちょっとこっちにも挑戦してみようかなと思って今回購入しました。でこれはシアーグレーというこういう色味のものを買いました。で両方とも14ミリでそんなに大きくはないんですけれども、この It Eyes の方はこんな感じで、ちょっとね見えるかな、こんな感じで縁が若干黒いんですよね。縁の黒さがちょっと目立つかなっていう感じなんですよ。でこっちのミッシュブルーミンも14ミリで縁は若干黒いのは黒いんですけど、どっちかというとグリーンに近いような縁なのでそんなに目が大きく見えることはないんですけど、こっちはちょっとブラック寄りのグレーになってるので、 It Eyes をもう早速使ってます。こんな感じです。で It Eyes の方、こっちは若干やっぱり縁が黒いので目が大きく見えるなっていう風に思いました。でもまあそんなにあれかな、そんなに悪いっていう感じでもなさそうなので使います。そして最後になるんですけれども、皆さん大変お待たせいたしました、やっと来ましたやっとショップ未成から届きました。はい、でこの次で2本目を撮る予定なんですけれども、その時に、まあ、チョップミスへの使い方だったり注文の仕方だったりどんなものがあるのかとか、そういうものを使い方と一緒にね商品を紹介していこうかなと思っていますので、そちらもご覧ください。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。